じゃあ行きましょう、和田さん。あんまり映さないで。はい、浜中です。こちらサンマルベルファイアで参加してくれたオーナーさんです。恥ずかしいから映さないで。来てくれてありがとうございます。はい、もうね、このベルファイア、このライト、こっち気になるんですけど、これ何なんですか？とりあえずフォークとして。フォークですか、これ？いや、これつけとってください、つけとってくださいよ。ついてますよ。あ、色変わった。あ、色変わった。色変わりますね。はい。ってことで、ちょっと出てきてください、出てきてください。一緒にお願いします。はい。ということで、このサンマルベルファイア、これはハイブリッドですか？そうです。これ青色がハイブリッドなんですね。はい。はい、で、ここに、フォグランプがついてます。純正はこれですよね。はい。純正これで、これなんかでも、ライト純正もそれ、はい、変えてるんです。あ、もう変え、あ、変えてるんですか？ LED じゃないでしょ。あ、 LED じゃない。あ、 LED ですよ。はい。あ、じゃないんですか？あ、明るい、明るいですね。はい、この絵もこだわってますね。とりあえずね、これでもなんか豆球、なんかこれ錆びてるんですか、これ？すいません、泣けちゃう。安物買うたんで。いやいや、こんな感じで、もう車好きなんがもう伝わってきますね、ひしひしと。もうこれ乗って何年ですか？もう7年回りましたね。7年、はい。あ、そうか、初期型ですから。当時のハイブリッド、ここにハイブリッドってエンブレムついてるんですよね。はい、こ、はい、な感じです。まあパッと見はほんまにもうノーマルですね。ノーマルです。エアロも特になくて、はい、はい。あ、この方のアルベルはこうガラスがこうなってるんですね。こういう風になってるタイプになってます。はい。タイヤまた全然サラじゃないですか、これ？そうですね、サラですね。はい、年に1回変えてますけど。あ、めっちゃ走るから。そっか、そうですね。ほんで、あ、 E4 4駆、ジョージ4駆なんですか？そうですね。あ、ジョージ4駆って、だから、あの、4駆になるときは4駆になる。あ、エンジンだけの時はエンジンだけ、前だけは前だけ。あ、そうなんですか。はい、3段階ですね。はい、そうですか。後ろなんかシールいっぱい貼ってますよ。何なんですか、これ？川崎 1400GTR。 そうです。乗ってるんですか？乗ってます。あ、バイクも好き。あ、そうですか。なんか1400ってめっちゃ大きいんちゃうんですか？そうですね。はい、そうですね。なんかあれですよ、プロ野球の選手のインタビューみたいな。ヒーローインタビューみたいな。役員もやらされてます。役員もやってるんですか、あのバイクの？はい。そうなんや。広報部長です。はい、こんな感じです。あ、ベルファイアってテールちょっとクリア、うん、クリアなんですか、テール？へえ、こんな感じの。アルファードは赤いですね。アルファードが赤いんですね。はい、こんな感じで。当時のやっぱりこう3マルまでこのメッキが真ん中あるのいいですよね。まあね、こういうの好きなんですよね。はい、こんな感じ。小中さんはメッキが好きやからね、はい、メッキが好きな、ただそれだけですからね。はい、これバックモニーですか？あ、そうですね。これ外についてるんですか？一応デジタルインナーミラーなんです。これデジタルインナーミラーで外品の。あ、ほんで、あ、これがドライブレコーダーですね、はい、中のやつが。あ、デジタルインナーミラーって外やったら雨とか濡れたら、あの、雨つきますね。雨がつくんですか、はい、そのままですね。はい、そのままです。はい、じゃあちょっとサンマルベルファイアの内装、ちょっとこだわりのところとか。こだわりはないです、もう距離は要さん乗ってるから。じゃあちょっと運転席いいですか？はい、お邪魔します。あ、やっぱりあれですね、40とは全然違うんですね。あんまりその辺ちょっと汚いから映さない。はい、じゃあちょっとほんとお邪魔します。はい、お邪魔します。はい、結構あれですね、あの、出張が多いんですね。いろ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 、はい、いろいろやってるんでね。もうすごい、なんかもう、あ、もう iPad 置くやつ。昔、あの、はい、携帯2台置いて、あ、1台をこっちに置いて、はい、もう1台をこっちに置いて、はい、2台置き置いてたから。今はもう1台。これ、はい、iPad のやつやけど、うん、こっちとこっち1台ずつ携帯置いて。そう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 、天才やん普通に。そうなんや、めっちゃおもろい。はい、こんな感じです。で、後ろ見えるデジタルインナーミラーがついてますね。こんな感じです。これはなんかあれですか、まあ、室内のドラレコですか？まるでなんかトラックみたいですね。なんでこれ室内のカメラつけてるんですか？いや、ちょっとつけてみようかなと思って。はい、そうなんですね。
結構なんか無理やり言ってますねこれ。そうです。ちょっと待って、ここにもカメラ。どんだけただ、ただ単に自分を運転してる時撮ろう思って、はい、YouTube で。いや YouTube してません。やってないですか。めっちゃおもろいですね。絶対もう一個ぐらいカメラどっかにあるんちゃうんですかこれ。もう特になくないですね。隠しカメラありそうやなこの車。はい、こんな感じです。ちょっと助手席ね、結構物置いてますね。はい、メーター周りが、はい、こんな感じになってます。はい、これハイブリッド。ハイブリッドです。30のベルワイヤーハイブリッド、燃費どれぐらいなんですか。燃費は、はい、さっき高速走ってきたので、うん、はい、あ、ちょっと待って、キーが見つからない。ちょっと待ってね。はい、これで、いや来たかな、ちょっとごめん。来ました、はい、来ました。これで、はい、オドトリップ、とりあえず 13.3。 あ、だいたいこんなもんなんですか。もうでも燃費が、うん、距離走ってるから、うん、年数も経ってるし、うんうん、16万キロ、17万ですね。17万キロですか。7年で17万キロ、はい、ちょっとよう走ってますね。そうですか。はい、よう走ってるね。そんなもんちゃいます。そうなんですか。え、遠いとかどこに行くんですか。いや、どこも行きませんよ。もうほんまにもう走りまくって市内、和歌山市内をぐるぐると。それで17万キロよう乗ってますね。でももう言えても、もうぼちぼち40が納車されるということで。9月ですか。まだまだですね。僕が聞く前に言わんといてくださいよ。いや、でもやっぱりこう乗り換えたら、このベルファイア売却これ何本ぐらいで売れる。いや、まだ分かりません。あ、まだ分からないんですか、うん、あ、もうまだ見積もりとかこれ、まだあの、うん、やっぱりもうギリギリにならんと。あ、そうなんですか。これ下取り出すんですか、トヨタに。いや、下取りでは多分安いと思います。安い、ほんならどっか買い取りで、その辺一回回って、はい、回ってね、何年か回って、はい、そうなんですね。はい、でもなんか今40乗っとったらちょっとふっと思うんが、このシートのポジションのボタン、ここにあるんですね。そうです、そうです。ここに、今40はこの辺にあって、このレバーがもうちょっと手前にありますよね。あ、そうですね、なんとなくね、はいはいはい、この辺にレバーがあって、ほんでこのボタンはこの辺にあるような感じですね、40はね。あとこの辺のこのガラスのスイッチもうなんかこうまっすぐこの辺にあるような感じですね、40はね。ぐっと上上がってますね。そうですね、上がってね。はい、でもこれちょっとあれですね、こう木目のパネルがここついて、前は木目はないんですね。とりあえずここ、この辺は入ってない。これは汚い、ちょっと埃がついてますから、ごめんなさいね。埃だった、木目が出てきた。木目出てきた。はい、こっちも木目のパネルがついてます。ほんでピーポー君、これピーポー君、これ違います、ピカチュウ、ピカチュウです。ややこしい。はい、こんな感じでね。はい、あのベルファイア、もう9月までね、あと9月まで。車検いつまでなんですか。受けたばっかりですよ。もったいないですね。4月に受けたばっかりです。それでなんか乗り換えもったいないですね。まあこれは仕方ないね、もう今はそうなんですね、うん、ね、順番がなかなか回ってこないから、はいはい、そうですよね。うわ、車検受けたばっかりか。だから高く売れるかもしれないですね、これね。ちょっとね。300万、400万。いや、もうそこまでいかんでしょ。17万キロですからね。もうなんやかんや言うても、なんか絶対に17万ですからねって言われますよね、これね。ここ絶対に突っ込まれますよね。はい。ということでね、あの、30のベルファイア、ちょっとね、あの、撮影させてもらいました。30、あの、ベルファイア初めて乗るんですよ、僕。あ、そうなん？はい。だから、はい。なんか、アルファードの SG パッケージっていうのは、ちょっとあの前あの会社であのちょっと見せてもらったことあるんですけど、はい、ちょっと今度はカバンお返しします。ごめんなさい、はい、ありがとうございます。あ、これ JBL がついてるんですか。 JBL ついてます、そうなんですね。今 JBL ってあるんですか、40って。エグゼクティブラウンジだけちゃいます。エグゼクティブラウンジだけですか。いやと思います。いやいや、もうありがとうございました。30のベルファイアです。でも全然綺麗ですね。いや、綺麗じゃない、傷だらけです。なんかこのベルファイア、なんか全然白全部なんか同じ色に見えますね。バンパーも、そうですね、ボディと同じような感じですね。結構なんかツートンっぽく見える車があるんで、はい、バンパーだけ色違ったり、ね、そうですね、はい。いや、もう9月が楽しみですね。どんな感じですか、こう気持ち的には。まだかな、まだかな。学研のおばちゃんみたいな感じですね。はい、ありがとうございました。ポチッとな。でも、はい、ここのスイッチを真ん中だったらならないんですよ。
パックに入れても何もならない。え、どういうことですか？これを、右か左に、はい、右か左にしとかんと、はい、これが、ミラーが動かない。はい、あ、そうなんですか。それで線が見えていいんだけど。はいはいはい、真ん中はどう動くんですか？真ん中はどう動く？真ん中は動かない。真ん中は動かない。真ん中はパックに入れても動かないけど。ほんまや、ええ。右、左、どっちかに回しといたら、パックに入れたら、ミラーが下がる。右にひねったら右だけ動くんですか？いや、両方あ、そうなんですね。そうですか。最初知らんかって。でもこれは、レバーもうないですよ、今のやつは。ああ、ね、ボタンだけなんで。また一回ちょっと僕もやってみます。はい。あ、これサンルーフ、これですか？あ、サンルーフ。あ、ほんで開くんですか、それ。開きます。パカンと上上がるだけ。あ、でもやっぱりあれですね。ある方がいいですね。ある方が明るい。明るいですね。なんでなくなったんですか、今のやつ。ねえ、なんででしょうね。欲しいですよね。欲しいですよね。はい、ありがとうございます。あ、車来ました。